ああ。夢か。くそ。気分が悪い。ここのところ、何度も同じ夢を見ている。精神鑑定を受けるべきかもしれないな。ヘレナ。元気にやっているだろうか。いつも寂しい思いをさせてしまって。すまないな。さて。仕事に取り掛かるとしよう。いやあ、おはよう。エヴァン、早いじゃないか。まあな。それより大丈夫か？顔色が悪いようだが。ああ、気にしないでくれ。まあ、なんだ、少し、悪い夢を見て、よく眠れなかっただけだ。そうか、ならいいが。そうそう、ダリア管理官がお前を呼んでたぜ。そこの自室にいるぜ。ダリア管理官が、なんだろうか。さあな、自分で確かめてくれ。わかった。ありがとう。ところで、この匂いは？新しい料理のレシピが思い浮かんでな。焼き芋の匂いがする。ダメすか？いや、遠慮しとくよ。そうか、残念だ。じゃ、また。おう。失礼します。ダリア管理官、何かご用でしょうか？来たわね。最近調子はどう？おかげさまで。何も異常はありません。そう、よかった。異常なし。ね。それで、そうだったわね。ごめんごめん。本題に入るわ。端的に言うと、あなたの担当を変更することとなった。安心して、あなたが何かをやらかしたわけじゃないわ。これから説明するから、まずはこの紐を。なるほど。つまりこの SCP の実験を行えばいいのですね。そう、そして。これは、協議会からの直接の指示よ。それは、つまり。そう、最高機密として扱われるわ。他の職員にももちろん、伝えてはならない。他にこの実験に参加するのは、シルボ博士、それから、ペトロービチ博士に超研究員よ。実験責任者はシルボ博士。詳しくは彼に聞いて。あなたの実績を買ってのものよ。頑張りなさい。ありがとうございます。ぜひ遂行してみせます。まずあなたの初めの仕事は、実験に使用する。D クラス職員の選定を、第一面接室で行ってちょうだい。その後、第7収容チャンバーへ向かって、そこに SCP-8JSLM が収容されてるわ。幸運を祈るわ。ありがとうございます。それでは、失礼します。さて、次の仕事は。それで、この試験薬の投与は SCP-8JSLM やあ、おはよう。おはようございます。朝早くからお疲れ様です。電力が止まったら大惨事だからな。君も、ぜひ今日も頑張ってくれよ。はい。ありがとうございます。では失礼します。遅いな。こっちは時間の言ってない。そのまままっすぐ進め。一言も喋るなよ。Remember, security is the first step towards a safe work environment. Stay secure. Stay vigilant. ホットドッグをお願いします。ありがとう。やあ、おはよう。マーティン博士、おはようございます。大丈夫か？疲れているみたいだが。まあ、最近よく眠れなくて。そうか、無理はするなよ。ありがとうございます。ところで、シルボ博士をご存知ですか？シルボ博士？ああ、知ってるぞ。
免疫学の権威と言われる人だ。そうなんですか。すまない、もう行かなくては。わかりました、ありがとうございます。聞きたいことがあったがまたいつでも聞いてくれ。免疫学の権威。評議会からの直接の指示？非常に大きなプロジェクトに組み込まれたようだな。ダリア管理官の話によれば、安全なスキップではあるらしいが。よし、食事も済ませたし、向かうとするか。まずは、D クラスの選定だったな。ダリア管理官曰く、健康で素行に問題のないのを選べと。あれ、なぜここに警備員が？すみません。ID カードの提示をお願いします。何かあったのですか？普段はそこの管理室から自動で開閉していたのに。まあ。詳しくは、向こう側に隊長がいるので、直接聞いていただけると。わかりました。はい、どうぞ。失礼します。ありがとうございます。どうぞ。エドガー警備隊長殿、お勤めご苦労様です。ああ、どうも。警備員がそこで直接ドアの開閉を行ってましたが、何かあったのですか？ああ、こちらの不手際で、管理室に入れなくなってな。これ。ああ、すまない。言ってなかったな。安心しろ。ミラーガラスに張り替えてある。なんだ。びっくりした。一体、何があったのですか？規則違反だ。ある警備員が、規則時間以上の観察を続けてな。そいつはその後ここでくたばって。このざまだ。なるほど。こんなことになってしまって、すまない。私の監督不足だ。いえ、大丈夫ですよ。人間誰にでもミスはあります。しかし、我々はそういったミスは許されないのだ。すまない。すぐに復旧させる予定だ。君も職務に励んでくれ。ありがとうございます。では、これで。お待ちしてました。話は聞いてます。遅れてしまってすまない。いえいえ、お気になさらず。インタビューは長研究員が行います。そしてこちらが、今回の D クラス職員です。ありがとう、早速見させてもらうよ。そちらが1人目の D2万、2829です。33歳。罪状は、殺人罪が4件、他にも監禁が13件。いきなりひどいな。まあいい、始めよう。